始まりました。ビートライブ TV、 ナビゲーターのターボーです。アシスタントの若菜です。ゆきです。よろしくお願いします。はい、今週の特集はこちら。ナンバーワンサマーフェスタエントリー締め切り直前スペシャル。イエーイ。8月5日に開催される真夏の祭典、賞金総額100万円ナンバーワンサマーフェスタ、そのエントリー締め切りが間近に迫ったということで、過去2回の名場面をご覧いただこうという特集です。はい、コンテストバトルダブルダッチ熱く燃えましたね、キッズから一般部門まで盛りだくさんです。はい、それでは早速ご覧いただきましょう。はい、 VTR ビートオン。2010年京都で一つのイベントが幕を開けました。その名もナンバーワンサマーフェスタ。賞金総額100万円、その配当が各部門のエントリーチーム数によって変動する前代未聞のダンスダブルダッチコンテスト。記念すべき第1回大会は62チームがエントリー。ダンスコンテスト、ダブルダッチコンテスト、そしてダンスバトルが一体となった超大型イベントの初代王者が次々と誕生しました。続いて去年開催された第2回大会、出場チーム数が116チームに増え、大会レベルもアップ。そんな中、賞金の高配当を獲得したのはダブルダッチ部門でしたね。またビートライブ所属のプロダブルダッチチームボルトタイプによるギネス世界記録への挑戦も行われ、まさに真夏の祭典にふさわしい内容となりました。それでは去年の優勝チームの模様を一気にプレイバック。ドキニーです。ドキニーですね。ありがとうございます。いただいてるダンスコンテストですけどもね、はい、年々、まあ、チーム数も増えてますし、はい、レベルがねどんどん上がってきてるので、はい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 、本当に今年も熱くなること間違いないですよ。そうですね、はい、なんかダブルダッチの部門の盛り上がり方と賞金額が
っても気になります、ね、あ確かに、はい、2年連続ねダブルダッチ部門が、賞金総額一番高いので、そうですよね、はい、ダンス部門もねもっとエントリーして、ね、盛り上げてほしいんですよ、はいはい、そうですよね。バトル部門で陽介さんが2連覇してはるんですけど、うん、あそれもね今年はどうなるのかと、そうね、これも見どころの一つですし、はい、ゆきはね去年バトルもね、はい、挑戦してたんで、はい、皆さんの挑戦も待ってます、はい、そうですね、はい、はい、この戦いに皆さんもっと参加してください、はい、エントリーはこちらです、